はい、今回の検証に関してなんですけれども、まず A ミックスマテリアのルベルを単体、1剤2剤等倍1対1の状態 6% 使っております。これが1点通常ですね、カラーだけ。もう1点は 2.5 から 5% 全体量に対して入れるんですが、今回は 10% 入れております。100g ですね、50g、2液 50g、100に対して 10g、ちょっと多いんですが、10g 入れた状態で検証してみました。もう1点がですね、A ミックス 50g、オキシ 50g、まあ、100g ですよね、それに対して 10%、全体量に対して 10% モモンガオイル還元剤を入れました。もう1点はですね、モモンガ 50g、もう1点は A ミックス50g、 2液 6% 50g、はい、等倍で作ったものに対してですね、モモンガを 10g 10%、 さらに、モモンガオイル還元剤を 10% 入れたような感じになります。はい、これ合わせて10-10で入れた感じですね。まあ、ちょっと色は薄まっちゃうと思うんですけど、カラーの検証の結果なんですが、これを、カラーをした後に、それぞれ、3回シャンプーをしました。3回シャンプーした後に、乾かして、アイロンを220度で3回スルーしております。3回スルーした後、もう一度シャンプーを3回しました。で、3回シャンプーした後にもう一度乾かしてアイロンを3回スルーさせましたっていう状態が今この状態です。で、動画だとちょっと色が分かりづらいと思うのですが、ですね、まあ、写真だとちょっと分かると思うんですけども、左からよく、まず染まりですね、よく染まってる順番が左側から染まってるんですね。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、左側が、これが A ミックスとモモンガオイル還元剤を混ぜたもの、まあ、還元剤を使ってるんで A ミックスとモモンガオイル還元剤だけですね。次に良かったのが A ミックス単品、 A ミックスのみですね、余計なものは入れてない状態です。で、次が、モモンガが入ってるやつですね。 A ミックスにモモンガを 10% で、さらに、まあ、これどうしても薄くなっちゃうのはしょうがないんですけども、A ミックスに対してモモンガとモモンガオイル還元剤を混ぜたものになります。で、色で見ると還元剤を使っているモモン還元剤を使っているモモンガオイル還元剤が一番染まりが良かったです。次単品というような感じで、モモンガ入れると少し染まりがやっぱり、弱くなります。で、このモモンガオイル還元剤とモモンガを入れてるやつは、まあ、ちょっとどうしても、量を20g 合わせて入れておりますから、どうしてもこの 20% 入ってる形になりますので、カラーの等倍に対してどうしてもまあ薄くなっちゃうのはしょうがないと思うんですけど、ちょっと色が一番入りが悪かったです。で、質感を見てみたんですね。触った時の質感ですね、ウェットの状態だったりとか乾いてからの質感だったりとか、その辺を見てみたんですけど、一番質感が良かったのは、どれかというと、実際に触った感じの質感が良かったのはこのモモンガオイル還元剤とモモンガ と、カラー剤 A ミックスとオキシを混ぜているタイプですね。色がちょっと一番入ってないんですけど、この質感が一番いいです。しっとりしながらサラサラの質感ができてます。こちらですね。で、次が、次質感として良かったのが、こちらですね、モモンガだけを混ぜたやつ、この質感が良かったです。で、次良かったのがモモンガオイル還元剤とカラー剤だけのこれですね。で、最後は単品、やっぱり単品ちょっとかさつくというか、他の質感よりはちょっと落ちましたね。何も入れてないタイプですね。なので、質感を取る場合でしたら、質感を重視して、あと癖を取りたい、そういう方に関しては、一番いいのがモモンガオイル還元剤とモモンガを混ぜたタイプですね。はい。で、サラサラの質感、サラッとした、乾いた質感、手触り
求めて、まあ色もそこそこ入れたいという方はモモンガを入れるといいと思います。まあ色もしっかり出したいという方はモモンガオイル還元剤とカラー剤、だモモンガのパウダーを混ぜないということですね。でこちらが、色も入るしということですね。まあ結論から言うと、このモモンガオイル還元剤とモモンガを混ぜた感じの質感がいいので、まあ染料をちょっとですね、濃くして使うと、まあより一番いい状況を作れたんではないかなということですね。今回どうしてもモモンガオイル還元剤とモモンガを2つ混ぜてるってことで、どうしても一液のカラー剤濃度が薄くなってますから、この辺をちょっと作り変える必要があるかなということですね。例えば、一剤の染料を多くするとか、していかないとちょっとダメかなということですね。はい、まあ、しっとりサラサラの質感がやっぱり一番触った感じが間違いなくいいので、でまあモモンガ単体もですねそんなに悪くはないんですね。ただもうちょっとしっとりした方がいいかなっていうのもあるんですけど、ただカラー剤に混ぜて、使う分に関してはかなりいいかなと思います。前処理とか後処理一切これはしておりません。はい、シャンプーはあえてがっちり3回やりました。まあアイロン入れるとまあ若干ね、まあ、普段の、まあ、数日経った状況をちょっと作りたかったのでアイロンをあえて入れさせていただいて2回、まあ、シャンプーね、その後またシャンプーしたって感じなんですけど、でモモンガオイル還元剤が現在、現状でまだ製品化できておりませんので、2021年の2月の頭の状況ではまだモモンガオイル還元剤の商品化が工場でできておりません。まあ、おすすめするっていうのもちょっとあれなんですけれども、質感としては良かったですね。はい、一部の方には了承した上で、お分けしているような感じも取らせていただいております。はい、まあ、工場の返事待ちというか、なかなか思ったように動いてくれてないので、ちょっと僕も大変困ってるんですけれども、まあ、なかなか今までにないものですので、まあ、対応遅れてるというような状況かと思います。まあ、いろいろね使い方によって、青みをね強く出したいときはモモンガオイル還元剤のみでやった方が良くて、例えば色味をそのまま深く入れたいっていう場合でしたら、カラー剤とモモンガオイル還元剤を混ぜて、アフターでモモンガ水、リンス前にモモンガ水をつけて、ケアするという形が、まあ、結構ベストなのかなって感じがします。自分としてはですね、モモンガオイル還元剤とモモンガを体に入れて、使っております。はい、まあ、染料の方はちょっと濃く作ったりその分しておりますね。はい、まあ、本当に癖が強い方とかだと、本当に結果出したいなという場合はカラー終わってシャンプーして、リンスをつける前の状況で、モモンガオイル還元剤に対して、モモンガのパウダーを 10% 入れたものをもう一回シャンプー台でつけて、よーく流して、あまり根元の方をつけちゃうと根元の方が結構シャンプーしないとベタつくじゃない、根元の方がオイルの効果でウェットな質感になりすぎてしまうので、ちょっとそこは気をつけていただきたいんですね。よく流すというか、どうしても癖を伸ばしたいなっていう場合はダブル使いする時もあります。カラー剤に入れてさらにシャンプー台でリンスをつける前にもう一度、今度はモモンガオイル還元剤とモモンガを混ぜたもの、これをシェイクしたものを、計量カップとかで作ってます。でそれをつける感じですね。先ほど言ったダブル使いっていうのをどういう風にするかっていうと、カラーに、モモンガオイル還元剤とモモンガを混ぜて塗ります。でさらに結構強い癖毛だったりとかで結果を出したい場合はなんですけども、その場合は、これはですねモモンガオイル還元剤にモモンガを 10% 入れた状態なんです。このままつけるとちょっと冷たいんで、まあ、若干これにお湯を少し入れて僕はつけるんですけど、それをシャンプー台で揉み込みます。でタオルで全体に、
チェンジリンスをして、根元側がね、残ってるとこれオイル入ってますからベタついちゃうので、タオルで覆って、お湯をためて頭皮の、残留してるものを全部取り除いてあげて、リンスをつけてから咳でアイロンで、アイロンでこうアタックしていくという感じにしてます。それで癖を伸ばすという感じですね。はい、そういう感じにしてます。でこのオイルとモモンガを使うことによってしっとり、それからサラサラって質感が出せます。はい、でまあこれはね、例えばこれ自体をトリートメントのメニューとして、毛髪、ウエットの状態の毛髪につけて、で、加温して時間を置いて、蒸しタオルとかでもいいので加温して流して、それからアイロンとか入れるのでも全然しっかりした散熱トリートメントとかよりも全然いい結果出せてますので、それでもすごく使えます。はい、だからかなりねコスパもいいのでいいかなと思いますね。これだけでいいんで、しっとりサラサラの質感がやっぱ僕は求めてた質感なので、しっとりがやっぱり出せなかったんですね。なので何かないかなということで、オイル還元剤っていうのをちょっと考えてきたんですけど、はい、パーマに関してなんですが、これもね分かりやすいように 10% でやっております。皆さんお使いのパーマ液に対して、パーマ液のみでまず検証したのが1点、パーマ液だけですね。それに対してもう1点はパーマ液に対して、この総量に対してモモンガを 10% 10g 入れた状態ですね。ちょっと濃いですけども、分かりやすいようにそうしてます。全体量、例えば 50g の1液を使う場合は 5g のモモンガを入れてシェイクして使ってもらうという感じですね。もう1点やったのが、この 50g の1液に対して 10% ですね、 5g のモモンガと 5g のモモンガ還元剤、これをミックスした、パーマイン、パーマ検証ですね、こちらの方をさせていただきました。3つのパーマ検証ですね。はい、ここで質感だったりとかウェーブだったりとか、どういうふうに変わったのかっていう部分をちょっと検証してみたのでご紹介したいと思います。こちらパーマの検証なんですが、皆さん使っているパーマ剤、これパーマ剤のみですね。これがで、これがモモンガをパーマ液に対して、モモンガを 10% 混ぜた状態です。はい、例えばアプリケーターに 50g の1液が入っているとしたら 5g のモモンガを混ぜた状態と一緒です。でこれがですね、モモンガオイル還元剤とモモンガを混ぜた状態です。でちょっとウェーブがね、あんま綺麗にこの立地が、僕の巻き方がちょっといまいちだったんで 10mm のロットで巻いたんですが、はい、ちょっと巻き方がすいません微妙でした。検証結果からするとですね、一番良かったのがこのモモンガだけを混ぜてるやつです。で弾力質感ともに一番いいです。はい、なので剤のみよりも弾力が出てよりいい結果が出せたのがこちらになりますので、パーマの1液に混ぜるのはモモンガのみでいいかなというふうに思っております。でモモンガオイル還元剤に関してなんですが、pH ですね、若干のアルカリになってますから弱アルカリなんですけれども、使っているパーマ液のスペックが若干上がっちゃうということで弾力がちょっとないんですね。これ結構しっかりかかってるんですよ。はい、わかりますかね、上に伸びないんですよね。はい、こちら弾力がドーンってありますよね。はい、これはこのぐらいですね。はい、モモンガ結構綺麗な質感もいいですし、でこれに関してはちょっとかかりすぎだなという感じですね。はい、ドローンとかかっちゃって、ウェーブは一番出てるんですね。ただウェーブは全然出てるんですけれども、ちょっとかかりすぎの感じがして、ダメージない髪に関してはいいと思うんですけど、ちょっと今回の検証の中ではモモンガオイル還元剤はパーマ液に入れなくていいかなという感じでした。これ
これはモモンガのみでいいのかなっていう感じですね。はい、シンプルにモモンガのみを入れる方がパーマの場合はいいかなという場合です。僕の場合はパーマ液にモモンガを 10% 入れて 10% ね、入れると若干パワーも弱くなってしまう時もあるので 5% にする時もありますが、まあ、10% だいたい入れます。で 10% 入れて、アフターでですね、また最後のリンスの前に、モモンガ水をつけてっていう感じで、2回付けをしてます。2回付けというかな、このパーマ液に入れるのとアフターですね、そこで、使っております。それがまあ一番パーマの時はベストかなというふうに思っております。モモンガオイル還元剤に関しては、あのこの縮毛矯正だったりとか矯正のリタッチ以外ですね、あの1回矯正が入ってるところのに使ったりとかしますかね。はい、先ほどお見せしたモモンガオイル還元剤とモモンガをミックスさせたやつですね、モモンガオイル還元剤にモモンガを 10% 入れたものですね。それを縮毛矯正の、例えばリタッチの縮毛矯正の方だとした場合は、リタッチ以外のところをそれでトリートメントという感じで、髪質改善トリートメントという感じでやったりとかしますね。はい、ただこれ気をつけないとダメなのが、根元側にこれをあまりつけてしまうとモモンガオイル還元剤のスペックによって、まあ、使う薬剤のパワーが上がってしまう可能性がありますので、思ったよりも根元が軟化しすぎてしまったりとか、そういうこともありますので、縮毛矯正でしたら縮毛矯正の薬にモモンガのみを入れて、やっていただいてですね、矯正をしないところですね、そこに関して、髪質改善という方でモモンガオイル還元剤とモモンガを使うというのが結構ベストかと思いますので、なんでしっかりウェーブを出していきたいという方はこのモモンガオイル還元剤をちょっと混ぜることによってこのぐらいリッチがしっかり出ますので、例えば矯正もがっちりかけたいという方に関しては使えると思います。これはケースバイケースでその毛髪によってちょっと違いますので、まとめて言うと、パーマに関して縮毛矯正とかパーマに関しては、モモンガだけを薬剤に 10% 5% から 10% を剤にインして使うのが一番いいかなと思います。また今後ね、いろいろ検証を続けていっておりますので、もっといい方法があればぜひシェアさせていただきたいなと思っております。はい、ただね、質感に関してちょっと弾力は若干ないんですけれども、質感に関してはやはり結構いいんですよね。しっとりしてるというか、まあもちろんねオイル使ってますから、はい、なんで、まあ、それは好みにね、寄ってくるかなっていうふうに思います。これ、乾かした状態なんですけど、これがパーマ液のみです。はい。質感が、まあ、ちょっとお伝えできないんですが、結構、かかりがやっぱり、還元剤入れてる方がちょっと強いですよね。同じ条件で乾かしました、これに関しては。で、ここのと、剤のみとモモンガを入れた時の違いがめちゃくちゃあるんですよ。これ皆さん分かんないと思うんですけど、実際検証してみてください。触った時の質感が全く違います。で、これが何も入ってないやつで、こっちがモモンガが入ってるやつですね。全然質感が違うし、まあリッチもそれなりに出るので結構綺麗なリッチが出せてるのかなって感じがします。剤のみのがちょっとかさつくというか、で、モモンガだけでもしっとりで、モモンガっていろんなヘナだけじゃなくて、沖縄のヘナだけじゃなくて実はいろんな成分が入ってるんですね。はい、ちょっとここではお伝えできないんですが、まあ、使ってる人は表記されてるんで分かると思うんですけれども、結構いろいろ成分が考えられてます。はい、そしてこれが、はい、これ結構綺麗に出てると思うんで、これ質感実はめちゃくちゃいいんですよ。やっぱまあオイル使ってますから、まあシャンプーし3回シャンプーしても、まあ、質感は悪くないかなって感じですね。ただまあ、かかりはいいんですが、ちょっとかかりすぎなのかなって、僕の好み的にはやっぱこの中間のモモンガだけがいいかなって感じですね。はい、結構高さが上がってるんでやっぱかかりがちょっと強い感じしますね。
ちょっとかかりが強いかなっていう、結構しっかりめに矯正入れたい方とかだったらいいかもしれないんですけど、まあ例えば矯正の場合に関してなんですけど、ちょっと強い気もします。まあ、なるべく僕はもう自然な感じにも矯正かけたいので、まあこのぐらいが好みかなって感じですね。はい、ただまあリッチ感とかはかなり出てくるんで、まあこの辺はちょっと好みになっちゃうと思います。はい、左から順番に質感は、質感の良さは、質感を狙んであればこれなんですけど、まあちょっと髪に負担は若干、パーマの場合はね、パーマ液を若干強めてしまう可能性があるかなっていうのが、まあ、僕の見解ですね。はい、ただ質感は悪くないですね。まあこのぐらいのかかりの差がありますからね、この斜めに、差があるので、これ同じ長さでレングスカットしてる同じ条件です。あのいっぺんにまとめてカットしてますんで、伸ばすと全く同じ長さです。下は、はい、同じ長さになってます。はい、なのでこんだけ、まあ、同じ条件で乾かしても違うよっていうことが分かりますね。これがここです。でこれがここです。これがちょっと上がってる感じですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、はい、それだけちょっと違いますね。